皆さん、こんにちは。往年の名作ドラマ、G-75 や、鳩子の海で知られる女優の藤田美穂子さん。その藤田美穂子さんは、病気のこと、夫や結婚のことなど私生活について以前自身の口で公にしたことがありました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。藤田美穂子さんは山口県宇部市の生まれで、高校卒業後、女優を目指して上京し、1973年に文学座研究所へ入所しました。入所直後の1974年、山口県上関町を舞台とする NHK 朝ドラ、鳩子の海のヒロインに抜擢されます。それまでは浅田恭子名義でしたが、これを機に名義を変え、藤田美穂子を名乗っていました。さらに1975年刑事ドラマ、G-75 に響恵子刑事役として2年間レギュラー出演の後、24歳で NHK のディレクターだった男性と結婚します。G-75 は当時、平均視聴率 30% 超えを記録した大人気ドラマでした。丹波哲郎さんをはじめとする、そうそうたる男性レギュラー俳優陣に混じり、紅一点のレギュラー女刑事役として大抜擢されたのです。トントン拍子でスターダムに躍り出て、順風満帆に見えた藤田美穂子さんでしたが、突如として病魔が襲います。膠原病という原因不明の病に侵された藤田美穂子さんは、女優としての活動に大きな制限が加わることを余儀なくされました。1989年、名義を藤田美穂子から藤田美穂子に変更します。女優として多忙だった生活が一転した藤田美穂子さんは、着物の着付けや日舞やタップダンスなど、別の表現手段を模索していきました。1996年からは油絵画家として活動し、多くの個展を開催。1999年からは俳句結社、円環を立ち上げ、三刀女を合し、さらに2004年にシャンソン歌手としてデビューするなど、持ち前のセンスと努力で多才ぶりを発揮していきました。また、現在に至るまでテレビや舞台でも女優として活躍を続けています。藤田美穂子さんは27歳の時、定期検診を受けたところ、即入院を告げられました。昭和芸能。病名は膠原病でした。膠原病というのは、全身が炎症を起こしたり、多臓器に障害が生じたりする、原因不明の病気の総称です。代表的な病気としては、全身性エリテマトーデスや関節リウマチや狭皮症などがあります。退院後の藤田美穂子さんは、仕事も激しい運動も禁止、直射日光を浴びることも、妊娠することさえも禁じられてしまいました。藤田美穂子さんは、24歳の若さで NHK のディレクターだった男性と結婚しましたが、男性は再婚で、二人の子連れでした。藤田美穂子さん自身のお子さんについては、病気のため諦めかけていたそうですが、33歳の時に妊娠が判明します。膠原病患者の障害児出産率は通常の25倍と言われ、出産するかどうか迷ったそうですが、藤田美穂子さんは出産を決意します。その時の担当の女医も狭皮症という膠原病の一種を患いながら出産経験があり、その女医から、悩むなら産んでから悩みなさいと言われ、吹っ切れたそうです。そして、1987年1月21日、34歳の時に無事元気な女の子を出産します。娘さんは外園優さんと言います。外園優さんは聖徳学園高校、デジタルハリウッド大学を卒業後、母と同じ文学座の研究所に入所し、現在は舞台女優として、文学座の公演を中心に活躍しています。母親と共演することも多く、母子仲は良好のようです。実は、藤田美穂子さんが大病にもかかわらず、現在のように精力的に前向きに活動できるのは、娘さんを産んだことが大きな契機だったそうです。出産当時、女優は完全に諦めていた藤田美穂子さんでしたが、娘が大きくなった時に、過去の栄光をひけらかすだけの母親にはなりたくない、と感じたのだそうです。ずっと第一線で表現者として活躍したい。そして、娘が成人してからも、お母さん、素敵な人生ね、と言われる母親になりたい。
そう思った藤田美穂子さんは一念発起しました。それから着付けや日舞や三味線やタップダンスなど、さまざまな自己表現の手段を模索し、たどり着いたのが今の油絵やシャンソンや俳句といった分野でした。そして油絵の個展を毎年開いたり、シャンソンライブを毎月行ったりするなど、現在も精力的に活動しています。いろいろ調べていくと、藤田美穂子さんは実の兄のことで悩まされた過去があると述べています。藤田美穂子さんは資産家の一人息子の父、新派女優だった母の第二子として山口県で生まれました。もっとも両親は美穂子さんが2歳の時に離婚しており、父の記憶はないと言います。美人で教養があり、東京で活躍していた母は、戦争が激化した頃に見合いで嫁がされた相手の飲む、打つ、買う、特に女癖を許せなかったそうです。昭和芸能。美穂子さんは物心つく前から3歳上の兄剛さんと共によその家に預けられている時期が長かったそうです。1950年代の山口でシングルマザーの働き口はホテル、旅館の仲居か水商売以外にはほぼ皆無でした。母は旅館の住み込みの仲居となり、兄弟は旅館の目の前にあった下足番の家で暮らしたそうです。母はお金を持ってくる時以外、一度も子供たちに会いに来たことはありません。温かい言葉をかけるようなこともなかったです。預けられた家には同世代の男の子がいて、彼とそのお母さんに私たち兄弟はいじめられましたと告白しています。兄もテテナシコと呼ばれるのは同様だったのですが、外でどんな目にあったかは知らないと言います。美穂子さんがわかるのは、同居することになった母からの虐待があったことだと言います。私や兄が喧嘩したという噂を聞いただけで、殴る蹴るでした。相手が悪くても、お前が悪いと言って息が止まるまで蹴られたこともあります。母は女優時代の舞台写真や新聞記事を眺め、ことあるごとに父への恨みを聞かせてきました。今思うと、過去の栄光を引きずってこんなはずじゃなかったと現状を呪っていたのでしょう。そして山奥で酒場の女将をしていることへの不満や怒り、閉塞感を子供たちにぶつけていたのだと感じますと振り返ります。剛さんは中学を卒業すると東京で就職、進学することになり集落を出たそうです。美穂子さんが高校生の頃、母が慌てて金を借り集めて東京へ向かったことがあるそうです。それから間もなくして剛さんが県内に戻ってきました。母は詳しいことを言わずに行ったのですが、後で聞いたら兄が盗みを働いて警察に捕まったそうです。さもありなんと思いましたねと語ります。再び一緒に暮らすようになった剛さんは、母との力関係で逆転するようになりました。剛さんは母に対し、俺がこうなったのはお前のせいだと鬱憤をぶつけ続けたそうです。1971年3月、前述の通り高校の卒業式の5日後、美穂子さんは女優を目指して東京へと旅立ちました。一方、その年の12月には山口で家庭を持った剛さんに第一子が生まれます。姪っ子の妙さんでした。当時の美穂子さんは知らなかったそうですが、美穂子さんの兄剛さんかなが娘の妙さんに性虐待を後に行うようになっていたそうです。事情は不明だったそうですが、妙さんと弟の和弘さんかな個人が親類宅に1ヶ月預けられ、養子に出すという話もあったそうです。しかし剛さんは頑なに拒否し、子供たちを連れ帰りました。以前からの身体的虐待に加え、性虐待が始まったのはその頃からだったそうです。妙さんは他の人に渡したくないというところから性虐待が始まったのではないかと考えているといいます。妙さんが小学4年生、和弘さんが小学3年生、美穂子さんが28歳になった年、美穂子さんが下関市の妙さんの家にやってきて数日滞在することになりました。なぜこの時闘病中の美穂子さんが縁を切ったはずの兄の家に泊まることになったのか。美穂子さんは何らかの SOS があったかもしれないけど、はっきり覚えていないと言います。
美穂子は明や老いと初めて寝食を共にするうち、おかしなことに気づいたと言います。和弘の腕に白い点々があったんです。何これ?と聞いたら、妙が、お父さんにタバコの火を押し付けられる、と言いました。思ってもみなかった話でゾッとしました、と当時を語ります。いわゆる根性焼きでした。美穂子さんはこれを見逃せませんでした。その夜、美穂子さんは居間のテーブルを挟んで座っている剛さんに切り出したそうです。妙と和弘を連れて帰る。私の養子にしたい。剛さんは血相を変え、暴力を振るってきました。その瞬間、何をされるかわからない恐怖を感じました。子供の時から彼の性質はよく知っているので、ひるんでしまいました。ひるまずに連れて帰ればよかったというのが最大の後悔です。その時子供たちは性被害のことまで言いませんでしたが、私は想像するべきでした。タバコの火以上の、もっとひどい目に遭っているんじゃないかと、と述べています。翌日、美穂子さんは東京へ泣く泣く帰ったと言います。実際には美穂子さん自身も兄から性被害を受けていたのだとその後打ち明けていました。いかがだったでしょうか。今回は、藤田美穂子さんについて深掘りしてきました。膠原病のような大病を患い、もう女優生命は絶たれてしまったと一度は絶望しながらも、新たに打ち込める道を見つけてきた藤田美穂子さん。それもたくさんの可能性を見つけ、還暦を過ぎても多方面で活躍しています。ご自身のこと、ご家族のことでたくさんの問題を抱えていましたが、表現するという道を見つけてバランスをとっていたのでしょう。今後も、素敵な絵画や歌で表現を追求し続けてほしいものです。今回の動画の感想や、扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そして、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。